2人目ファッション発信しております京子です。大柄女子の着やすコーデを発信しております宮子です。私が身長163センチ49キロ、私が166センチ64キロ。2人の体型の違いを生かしてお洋服の着比べやご紹介をさせていただいております。本日は私と宮子の購入秘書がイエーイミックスミックスです。はい、私は GU とユニクロ、みやこは GU、 はい、ちょっと数がそんなに多くないお互い、うん、なので一緒にご紹介していこうと思います。イエイ。それではスタート。はい、では私激推しのセットアップいきたいと思います。ブラボートラックジャケットビューティフルピープルセットアップ可能09ブラックユニセックス L です。はい、これはとても好きなんです。これめっちゃ推してるよね。めっちゃ推してる。まあ私金沢に3日間いたんですけど、3日間ずっとこの格好だったもうさすがに飽きてきたよねっていうぐらいこれ着てます。最初に買ったのは、うん、こっちのカラー、を買って、めちゃめちゃ可愛くて気持ちよくて使えたので、うん、色違いの黒を買ってきたっていう感じの流れでございます。こっちの方が、うん、まあ、普通に使いやすい方かなとは思うんですけど、うん、パンツがこれ実はサイズが違ってて、黒だけちょっとちっちゃいと思うんです。あ、本当だ、うん、これは M です。私はぶっちゃけ L が良いです。お、M だと普通に履くとね、こうなっちゃう。うーん、私はやっぱもうちょっとたまらせて履きたいので、うん、L でゆとりを持って履きたいなとは思ってたんですけど、うん、これ買い足す時にはもう在庫がね L がなかったんで、そうなんだ、仕方なしに M 買ったんですけど、うん、その後 L 復活しててさ、うん、そうしてる。あ、M 復活してるだよね、うん、もうちょ超悔しいL 譲ればよかったって思ったんですけど、まあ使えなくはないです。163センチ以上の人とかは L がいいんじゃないかなと個人的には思います。で、このセットアップの一番のいいところは気持ちよさです。見るからに気持ちよさそう。え、マジで見えてる、うん、でジャージじゃんだってあ、そうそう、あのね、ジャージのその楽ちんさとはまた別に、うん、え、別？裏側の気持ちよさ。へー、てか、この後宮古に着てもらうんですけど、てか宮古あれ着てみてよ。あ、うん、着てみる。あのね、ちょっとやみつきになると思うよ。マジ？結構ね、想像の上を行く気持ちよさが。私この前も言ったけど、ニットよりスウェット派だからさ。あー、絶対好きじゃん。絶対派だよね。絶対好き。そうだね、さ、チクチクしないで、うん、いけるという意味でめちゃめちゃいいと思う。このジャージなんですけど、裏がね、こんな感じのボア。ボアなんだけど、なんかパサパサモサモサしてる感じじゃなくて、しっとりしてるんですよ。すっごいしっとり滑らかなんで、肌当たりが本当に気持ちよくて、でしょこういう系だーっていう、本当に気持ちいいんですよ。多分ね、これは見た目じゃ分かんないと思う、この気持ちよさは。ちょっと想像と違ったでしょ、うん、ジャージの楽さとはまた別次元の良さがあります。ジャケットはこうすると首がこんな感じで立つのね。うん、この感じもすごい好きだし、ちょっと開けて中を見せるみたいな着方もできるのもすごい好きだし、本当に使いやすいですね。羽織りやすい、バサッとっていうのがジャケットは良くて、ちなみにここにビューティフルピポ書いてあるんですけど、 GU って書いてないのが最高そう、まあこういうのってさ、普通主張したいじゃん、自分だよってGU さんもそれを主張してこないところに本当に気遣いを感じてありがとうって思っておりますね。パンツはなんとここにボタンついてんのよ。それさっき思ってすごいと思った。そうで、外せんのこうやって、うん、ブーツ見せたいとかね、うんうん、っていう時にこれを履いてると見せやすい中が。あとね、これ宮古の方が分かりやすいんだけど、うん、ここのラインね、うんうんうん、めっちゃ足長く見えるから、ちょっと宮古に着て出てきてもらいます。いいっしょー、かわいい。かわいいよね。全然 L でもいけるけど、いけるね、まあ、ちょっとちっちゃいかな、うん、上、うん、下も良さそうだね。下もね、十分あの気持ちよさのね、いい言い方分かったよ。なになに？あったかいシュー。あーうまいうまいうまいあったかいシルク、あったかいシルクです。もう滑らかで何のイラッと感もないシルク、うん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 、これ本当に着心地が最高なのと、デザインが可愛いのとで100点、うん、見てください、この足の長さ、足長く見えるのよ、このラインが。最近このライン入ってるやつ流行って
ってるよ。はい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 。これなんかさ、だいたい3本ラインとか2本ラインとか入ってると、うん、結構こう明らかなジャージ感になっちゃうけど、うん、これだとすごいスタイリッシュでかっこよくない？かっこいい。まあでも買わないかな、みやこは。まあまあ、ここまでドカジュアルは着ないかな。だったらもうパジャマでいいかな。いや、私3日間この格好だったんで。ちなみにさ、うん、雨降ってたのね、3日間ずっと、ずぶ濡れだったの。やばい。でも私ズボンこれしか持ってきてないから、うん、どうすればいいんだろうって思いながらとりあえず干してみたの。うん、普通に乾いた。へえー、なんかさ、確かに分厚そうに見えるかもしれないんだけど、そこまで、そうね、すんごい分厚い、なんかボワボワの感じではなくて、うんうん、乾きやすいかも。ちなみにさ、うん、これは私まだ洗濯1回もしてないんだけど、うん、これはさすがに3日間ずっと着てたんで、今洗濯して持ってきたの。うんうん、全然綺麗じゃん。全然綺麗。そんなシワ感とか気になんなくない？気になんないね。うん、だから洗濯にも強い。ジャージだから。そうだね。ということで、このジャージ本当におすすめです。もしサイズがまだ残ってる、自分のサイズがっていう方はぜひゲットしてほしい。で、あ、そう、私がアメブロで結構いろいろコーディネート載せているので、うんうん、よかったら見てみてください。はい、ではお次行きたいと思います。アクワイドパンツストライプビューティフルピープルセットアップ可能08ダークグレーユニセックスの M サイズです。はい、これもビューティフルピープルコラボのやつなんですけど、うん、パンツもめちゃくちゃ良かった。こっちのかなり分厚め、しっかりめなパンツなんですけど、うんうん、太いのね、結構。結構太いよね。結構太い。同じ名前じゃん、タッグアイドが、うん、そうです、そうです。ユニクロとかの、うん、のイメージと比べるとかなりメンズっぽくだって感じです、うんうんうん、このビューティフルピープルコラボで重要だなって思ってるのはユニセックスってこと、全部、うんうん、だからメンズも一緒に履くわけです、うんうんうん、ちょっとサイズ感が難しいかもしれないです。ただ丈感とかは正直私はそんなに悩まなかったかな、うん、この雰囲気だけユニセックス感を受け入れられれば、うん、丈感とかは割といつも通りでよかったかも、うんうん、自由、私大体結構ボトム M とか、うん、レディースでも行くんですけど、これは M で、ね、M、うん、で逆にね、L だとデカすぎて、あ、それは普段の自由のボトムでも同じことが結構起きてるので、うん、あのサイズ感的なあれは私はあんまり感じなかったかなという感じです、うんうんうん、でこのパンツは本当にしっかりしてるので、うん、ワーク感があるんだよね、ちょっと、あ、ちょっとカジュアルな感じが出るんだけど、柄がちょっとちゃんときちんと感があるから。後ろがすごい特徴的だよね。後ろどうなってんの？後ろっていうか横？横？触ってベルトみたいな。あー、これか、うん、ここでちょっとウエストを絞れるのよ。あ、絞れるんだ、うん、へー。だからまあ緩い人はちょっとここで絞ってもいいかなと思います。あの紐はねついてないんで、これは、うんうんうん、前こんな感じでタックが入ってるんですけど、うん、すごいしっかりしたタックでここら辺まで生地がこう重なってるような感じになってるので、うんうん、かなりはっきりとタックが見えるかなって思います。私はこのぐらいの位置でパンツ履いてますかね。ここじゃなくてこのぐらいの腰位置で履いてます、うん、すごいさ、太いよね。太い太い、ね、結構なこう厚みがあるんですよ。ウエストの部分とか置いとくと自立するぐらい固め、うんうん、なのも、まあ、お腹のねほっこり感とかは拾いにくいと思う。ではみやこ履いてみます。そう、でちなみに今みやこタックワイドパンツ履いて出てくるんですけど、これタックワイドパンツには上のセットアップが存在していて、うん、そっちは私は買わなかったんですね、うん、ちょっと実際見に行ったんですけど、なんかちょっと薄めな気がして、それが安っぽさがちょっと見えるかなっていう気が個人的にはしたので買わなかった、うん、って感じです。じゃあみやこです。私は M だとちょっとちっちゃいです、うんうん、そうだね、ウエストも丈も、うんうん、パンパンなんですけど、うん、逆になんかこれだと綺麗めっぽく、うん、見えるね。なるほどね、確かにこれはこれでいい人はいいのかもしれない、うんうんうん、でもさ、お腹わかんないよ。ここね、結構しっかりしてて、そうなんですよ、硬めだよね、うん、このしっかり感がちょっとお腹を抑制してる感もあります、うんうん、ちょっと美脚見えするね、確かにね。サイズ上げて買いたいかも。え、いいよね、うん、ダークトーンのストライプ柄ってスーツによくあるじゃないですか、うんうんうん、メンズのカッチリ感の出るスーツとかによくあると思うんですけど、うん、だからこそちょっと
敬遠されがち、うん、確かにだと思うんですけど、こんなに太いスーツじゃないのもっと細身だから、もう明らかにこの太さで、うん、あ、スーツではないよ感がしっかり出てくれる方が私は結構使いやすくて、うん、確かにね、そういう意味でも好きですこのパンツ。かわいいっていうかかっこいい。かっこいいよね、うん、すっごい私はこのパンツが好きです。私も好き。もうはい、ではお次いきたいと思います。リブジーンズ69ネイビー、サイズが24です。はい、これは本当はエコトニエさんの撮影行った時にちょっとお土産としていただきました。今日これから紹介していくやつのいただいたシリーズなんですけれども、うん、私ユニクロさんからお土産いただくことは多いんですけど、うん、良くないものは紹介してないです。うん、うん、もらったものであるんですけど、いいものだけご紹介していきますので、こちらのペグジーンズご紹介したいと思います。でこれは動画で見てくださった方もいると思うんですけど、すっごい可愛いじゃん、ラインが、うん、このちょっとすぼまったシリーズ、今ワイドパンツとかめちゃくちゃ流行ってて、うんうん、だんだんさ飽きてきたりもするわけよ、うんうん、ちょっと違うシルエット履きたいなっていう気分の時に、うん、私はよくこれを履いております。もう見た目の通り、このウエスト周りがちょっと太めで、下にこうすぼまってる感じなので、ここら辺はねすごいゆとりを感じて動きやすいんだよね、うんうんうん、全然足につかない感じで、でこれに関してはしっかりウエストの位置をキープして履かないとただの短足さんになっちゃうので、うん、なのでサイズ感はちゃんと試着して決めた方がいいかなと思います、うん、で私は今この24サイズ、うん、でぴったりかなっていう感じかな。ユニクロのデニムは23か24か25を履くことが多くて、うん、シルエットによって履いてます、うん、なので、まあ、私はこのサイズとかって決めつけずに、このシルエットだったらこのサイズだなみたいな感じで選ぶのがおすすめかなと、うん、でちょっと寄りますが、このデニムは前にこんな感じでタックが入ってるんですね。ちょっとお腹が出てる感じとかも軽減してくれるっていう良さがあるかなと思います、うんうん、ステッチがオレンジっていうか茶色っていうかっていう 色なんですけど、白の方はステッチもベージュっていうかがすごい目立って、それもすごい可愛かったんで白も悩ましいんですけど、ちょっと私はこっちの色をいただきました。でこれはね、下に合わせる靴は割と薄めがいいかなって個人的な感覚では思います。うん、ちょっと尖ってたりソールが薄かったりみたいな方が合わせやすいかなって。スニーカーはスニーカーでもちょっとソールが薄めのスニーカーとか、うん、これニアコのですけど、なんかこういうタイプの薄めのやつとか、あとローファーローファーでもこういうやつよりはこっちの薄い方とか、なんかそんな感じで合わせることが多いです。カーブジーンズの時も同じことですけど、こういう系かな。まず準備よくない。こういうのがいいと思います、ね、ペタンコのパンプス、そう、うん、ペタンコの、あー言ってたかも、うん、なんかカーブジーンズもちょっとさすぼまり系な感じだった気がするよ、うん、これミヤコは履く、これね多分ステージが4ぐらい違うんで、そうだよね、多分ないです。ミヤコのは今拡大します。で上行きたいと思います。はい、こちらです。プレミアムラブポロセーター長袖69ネイビー L サイズです。はい、これもちょっとお土産に選ばせていただきました。選ばせていただいたということはラインナップの中から好きなものって言ってこれにしたっていう感じ、うん、なのですごい好きなんです、これ、うん、一番好きなのは首の空き加減、うんうん、なんかさ本当に着るだけで後ろにこう襟がいってるのも分かります。私これ襟抜いてもなんでただバッて今着ただけなんですけど、後ろにこう襟がちょっと抜かれた感じに勝手になってくれて、ちょっとこなれて見える感じがする。程よい V ネックなのであんまり空きも気にならない。で丈が短いっていう感じのバランスで、袖はそんなに短くない、ちゃんと長い、このバランスがすごい好きでした。ということでただ着るだけで決まるトップスとしてめちゃめちゃおすすめ。ただ、まあ、唯一ちょっと気になるかもしれないなっていうのはチクチク、そうなんだ、まあ、私はね全然気にならないんだけど、うん、最近あの GU のさ、うん、あのジャージをずっと着てるとこっちのチクチクをちょっと感じるのはあるかもしれないな。なるほどね、まあまあまあ全然私は大丈夫ですけどっていう感じでございます。値下げされてる、これ可愛いと思うな。こんな感じの素材です。これ中にさ入れても可愛いかな、タートルネックとか。ああ。
私はね、あんまり入れるの好きじゃないんで、入れないで着るかな。では、みやこ着ます。はい、みやこ着ました。似合う、可愛いじゃん。すごい、思ってたよりコンパクトなんですけど。うん、そうだね。全然いいね。いいよね。うん、これ似合うよ。私、スカートとブーツ合わせをしてみました。息切れてるそう着替えしたかったです私は XL 着たいかなって感じではあるけど、ね、うん、でも襟がついてるのってちょっと苦手なんですよ、本来は、うん、なんだけどこの襟がね、柔らかくて、そうだね、なんかこうカッチリ感がないから私すごい好きです。しかもさ、すっごい後ろに行くよね。うん、そうそうそう、なんかその意味が分かった、うん、多分さ、うん、この襟がついてるのがもともと後ろなんじゃない、うん、ここ、うん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 、かわいい。かわいいよね、うん。なんかちょっとさ、レディーな感じが好きな人とかは絶対これ良くない？いや、いいね。丈が短いのも逆に綺麗感が出て、うんうん、いいわ。インしなくてもいいっていうね。あ、うんうんうん、そうだね、そうだね。いいです。気に入った。イエーイ。はい、お次です。カシミヤクルネックセーター長袖。カラーが34ブラウン。メンズの XL サイズです。このカシミヤはニットをバーって着させてもらった動画あったと思うんですけど、うんうん、あれでカシミヤの良さ再確認しちゃって、うんうんうん、なんかさ、カシミヤとかって昔からあるじゃん、うん、だからもうちょっといいかなみたいな感じで思ってたのよ、高いし、うん、なんだけどやっぱ着たらさ、とんでもない可愛いんですよ、このゆったり感と。確かにゆったりしてる。なんか本当に質がいい感じも醸し出てると思うし、うん、シルエットもダサくない、ていうかすごい可愛い、うん、まあ、メンズなんですけどね、うん、これはユニクロさんに教えていただいたんですけど、うん、レディースの方だと 3D ニットになってて、網目がね、ない感じで作られてるんですよ。この網目とかってあると思うんですけど、うん、こういうのがなく作られてるのがレディースなんですね。うーん、で、それはそれで可愛いんですよ。可愛いんですけど、私はやっぱり縫い目がしっかり見えるクラシカルな雰囲気の方が好きで、うん、なのでメンズを買っています、うん、なんかこの肩が落ちてるこういう感じとかがよく見えて、この縫い目が体に当たるのは気になるっていう人もいて、この縫い目が出ないお洋服の作り方っていうのが存在してると思うんですけど、私は全然気にならない。見た目的な意味で縫い目がある方が好きです。あったかさ的にもめちゃめちゃあったかいはあったかいんですけど、そんなに着込んでる感が出ないのもいいところだなって思ってて、エクストラファインメリノのシリーズ私結構好きでご紹介してると思うんですけど、あれのあったかいバージョンみたいなさ感覚よね。滑らかで薄手なんだけど、あれだとまだちょっと寒いみたいな、うん、薄いじゃん、うん、で寒くなってきたらこっちに変えていくみたいな感じがいいかなって思って、だからエクストラファインメリノも私下にロンティーを入れたりしてご紹介してると思うんですけど、これも入れられます。うん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 、本当にいいニットです。気持ちいいな。気持ちいいよね。チクチクしないけど気づけてる感じです。触っただけでもう当たったはい、うん、です。かわいい。すごいゆるっと着れる。これかわいい。うん、え、これ細見えだな。ねえ、だってエクストラファインメリノのあったかいバージョンだもんえ、なんかね、あっちよりも、なんだろう、もっともっとなんか、そんなことないかいや、華奢な人に見える。え、そうだよね、うん、どうしたの。すごい華奢な人に見える。すごい薄いからなのかな、うん、体のラインに沿うようで、体のラインは拾わない。そう、なんかこういうさ、うんうん、肩のこういうところは出てるから、うん、ちょっと華奢なんだけど、こっから下はちょっとやばいんですみたいなところは拾わないみたいな、うんうん、こういうところはね。そう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 、泣けなしの骨の部分をアピールしてくれる。めっちゃおすすめですよ、大柄さんにもね。値段出してもこれは良いんじゃないですかね。13,000円だからな。ちょっと高いよね。ちょっとじゃないよね。値段下がるの待ちますか。あ、そうだね、うん、いやでもこれは確かに値段わかる。これだけ高くなるのもちょっとわかる。うんうんうん。はい、今ロンティーを入れてみました。このロンティーは前私が GU の購入品で紹介しているやつを入れています。なんかこれを着るとポイントに白が入るっていうこともそうだけど、うん、防寒度が上がりますかね。よりしっかりあったかくなるっていう感じがするので、うん、冬にこうやって防寒してもいいかもしれない。
ではラストです。ダウンの紹介したいと思います。アウターソフトダウンジャケット布デザイン、カラーが09ブラックの L サイズです。はい、これは結構前にリールを出してます。リールでこのダウンめっちゃいいっていうので出してるんですけど、これも本当に軽くて最高に気持ちいいです。本当にね、着てる気がしない。めちゃめちゃ軽い、パッと羽織ってパッとこう動き回るみたいな時には最適かなって。でレディースなんですけど、サイズ感的にも割とこうこのぐらいで着れるので、あんまりこうコンパクトすぎると私ちょっと嫌だなって感じなんですけど、ちっちゃく着たい時ってあるんですよね。例えばスカートの時とか、ちょっと広がってるスカートの時とかって変な丈のアウターってすごい使いづらいので、まあ、そういう時とかはこういうあえてちょっとコンパクトに着たいなっていうニーズにいいなと思ってこちらを選んでおります。生地的にはこんな感じの、私結構ユニクロのダウンはそんなに今までそんなにというか一回も買ったことないかな、これまでは、なんですけど、これはなんかツヤ感があんまり S っぽさを感じなかったっていうのと、この首の感じもすごい好きだったんですよね。で実はユニクロ U でもダウン買ってて、それも首が立つような感じのデザインなんですけど、まあ、すごい可愛かったんでっていう感じでございます。でこのダウンのすごいところが、なんかトーレさんと開発してる生地らしくて、すごい製品らしいんですよ。どれぐらいちっちゃいところまで加工できるかみたいなところを実際に現場でその見せてもらったりもしたんですけど、繊維の特性を、まあ、トーレさんがいろいろ作り出せるんですよね。なんかすっごい細かいところにユニクロって文字とかも入れられる、本当に細かいやつに糸にっていうぐらい小さいところへの加工ができるっていうのがすごいらしいという感じなんですけど、まあそういうユニクロとトーレさんの気合いの入ったやつすっごいもっちりしたところにダウンがたっぷり詰め込まれているので、すごい雲みたいな感じの着心地になってるっていうのもポイントでございます。色は私は黒がおすすめかな。ちょっと値段が出やすい色もあると思うので、私は黒がおすすめです。はい、宮古来ました。ちょっと私は裾もうちょっと欲しいので XL とかかなって思うんですけど、締めると丸みのあるシルエットになるんだって。こっち、あ、ここか、あ、丸くなった。ああ、後ろが、横から見た時のシルエットがなんか丸っぽくなりますね。ね、絞ると、前締めれる。本当どうかな。なんか背負ってるみたいになっちゃったけど前全部締めました。確かに丸い。後ろが変わるのかな。ね、でも後ろは明らかに変わってる。後ろめっちゃ変わった、こんな感じです。こんな感じで、はい、優先っていう意味で失敗しないね、絶対に。じゃじゃーん、じゃ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 、お気に入りです。やったね。